ー級タイトルマッチ12回戦を行います。赤コーナー129パウンド4分の3渡辺ジム所属、ここまで今が24勝20KO1 分け、昨年度国内年間 KO 賞および年間 MVP、 世界が最強を認めた日本人初のスーパーチャンピオン、現在国内現役最長最多防衛中、歴代1位の13回まであと2つ、本日12度目の防衛戦、 WBA 世界スーパーフェザー級スーパーチャンピオン、ノックアウトダイナマイト内山隆、ノックアウトダイナマイト内山隆、今日もその強打で相手を沈めるのか。青コーナー130パウンドパナマ、ここまで21戦19勝 7KO1 敗1無効試合、今夜最強の証明をすべくスーパー王者に立ち向かう WBA 世界スーパーフェザー級第1位、ジェスレルコラレス、内山に挑む暫定王者、インビシブル見えない男、ジェスレルコラレスです。レフェリーアメリカロバート・ホイル from USA、 FP コンサルタントスペシャル WBA 世界スーパーフェザー級タイトルマッチ、内山隆12度目の防衛戦、暫定王者との激突です。さあ両者が中央互いに見合います。どちらがそのベルトを持って降りるのか。さあ試合まもなく始まる。そして歌謡界のレジェンド北島三郎さん、今回も生観戦、さらに桑田真澄さんも熱い視線を送ります。 Now, round one. さあまもなく熱戦が始まる。 WBA 世界スーパーフェザー級タイトルマッチ、スーパー王者日本の内山隆、黒いグローブ、パナマの暫定王者ジェスレル・コラレスが青いグローブです。サウスポースタイルが暫定王者のコラレス、そしてオートロックスタイルが日本の内山。まずはリング中央、互いにリードブローを放って距離を取ろうというところ、内山が左を出す、コラレスもそこを見ています。内山まずは落ち着いて、よそ、痛い、右から左が来ました。コラレス、さあまずは緊迫するそんな空気だ。内山も左を出す、相手のとの距離感をどちらが先につかめるか。いやいや入ってくるところ、コラレス狙っています。リング中央入ってくる、ジェリー、内山の左ジャブ軽く当たっています。この試合レフリーはアメリカのロバート・ホイルさん、世界戦レフリー10回目、ジャッジはカナダのヒューバート・アールさん、フィリピンのシルベストレ・アバインダさん、コロンビアのウリエル・アギレラさん、この3人です。まずはリング中央、さあ解説の竹原さん、はい、内山12度目の防衛戦ですが、この出だしのフィギュアワンツーだ、どう見ますか。そうです、相手スピードあって懐深いんで、ちょっとやりにくいなエリングと思いますね。おっと左来た、相手のコラレスはまだ24歳、しかしその若さでこのスーパーフェザー級の暫定王者のベルトを取っています。スーパー王者と暫定王者のベルト統一戦という形になります。山中さん、はい、今竹原さんからもありました、その相手のこのコラレス、はい、そして内山、序盤はどんな風に見えますか。まあ、コラレスも、序盤見る限り動きはすごくいいんで、内山さんも本当に集中してほしいですね。はい、この緊迫感はすごいですね。はい、ワッツ、左から右を合わせていった内山です。右打ち、オーソドックススタイルが内山、左のジャブが一つのリズムを作るポイント、ワッツ、今度はコラレスがワンツー、右から左と出してきます。軽く足を使いました、距離を取ります。コラレスロープに詰まります。内山がプレッシャーをかける、圧力をかけて、あ、できる、入ってくるところ左、入ってくるところ左を合わせました内山です。またリング中央、まっすぐ下がるような感じのコラレス、そこを前に出てこようという内山。竹原さん、はい、お互いにその、まあ、リードブロー、
そして距離の測り合いですね。そうですね、はい、コラレスが左、ただねコラレスはね、はい、もう右の大きなフック、右の大きなフック、画面取れたか、入ってる、右の大きなフックからコラレスが連打しました。残り30秒切っている。内山第1ラウンド注意だ。まだ右を振っている。あっとコラレス滑ったか、右の大きなフック、一つ画面を取られました。さあ内山ダメージはどうだ。ちょっと効いたような感じしますね。ああそうですか、はい、残りがまもなく10秒、大きな左右のパンチを打ってくるコラレス。内山表情は落ち着いているが、ダメージはどうか。コラレス少し回るような感じだ。いきなり第1ラウンドから激しい展開になっている。さあこの後勝負はどうなるか。改めてこの試合も放送席の解説は竹原慎二さん、そしてスペシャルゲストには WBC バンタム級チャンピオン山中慎介選手とともにお送りしています。ラウンド2、さあ第1ラウンド、相手の右フックが顔面を捉える、そんな場面があった内山。第2ラウンドからどう自分のペースに持っていくか。じわじわと前に出るのが内山です。黒いグローブが日本のスーパー王者内山、青いグローブサウスポースタイルがパナマから来た暫定王者コラレス。やや低い体勢、体重心を後ろに持っていくようなのがコラレスです。斉藤さん、はい、チャンピオン陣営ですが、はい、チャンピオンダメージは大丈夫だと、はい、まず左を注意してしっかりこちらはリードから行こうという冷静な指示を送っています。はい、斉藤さん、はい、こちらの挑戦者陣営、コラレス陣営ですけどもね、はい、1ラウンドはいいぞいいぞという、ね、感じで褒めてましたね、でしっかり相手を捉えるようなパンチを出していこうということですね。はい、今日の両サイド、赤コーナー内山サイドは増田和也アナウンサー、青コーナーコラレスサイドは島田博史アナウンサーです。竹原さん、はい、内山陣営ダメージはないということですが、はい、第2ラウンドのこの最初の1分見てどうでしょう。そうですね、コラレスがもう自信を持って来てるんで、はいはいはい、もうなんかあれですね、もうちょっとコラレスペースになりかけてますよね、はい、ただね本当これスピードありますね、この体のスピードがあるんで、はいはい、内山選手がもう力まずに、はい、内山がパンチを出したところ、内山さあどうだ、大丈夫か、やや重心が狂っている。さあ内山捉えるものだ、コラレスが大きなチャンス、内山大事なアウトだ、残りはまだ1分半ある。コラレスが前に出てくる、おっとスイッチしている、遅く伝える、右を振ってくる、右当たっている、アウト。もうここはねもうクリンチでも何でもいいからしのいでもらいたいですね。そうですね、これダウンを取った、2回目のダウンだ、6回、さあ1ラウンド3回のダウンで KO になる。内山もう倒れることはできない、まだ残りは1分。さあ内山来る、取れるか、これ足が絡まった、場内大学生内山への声援、そして決めもある、これは成功。内山は1つここでうまく捉えたい、これは追ってくる、左を切ってくる、内山2回のダウンを切っている、ギリギリ内山の右元へ返す、コラレスカバーで振ってくる、ギリギリ内山ガードを高く上げる、コラレスまたスイッチしている、ノブリトミー、これはかわしている、残り30秒、はい、強引にクリンチでもいいからこれ少し繋がないとダメですね、もう無理して打っちゃってダメですよ、まあ、足は効かないと思うんで、はい、状態だけでもいいんで、かわしてクリンチしてほしいですね、はい、残り時間は15秒になった。さあ内山こらえられるか、第2ラウンド、さあ間にスイッチする、見えてます、はい、うまくここは壊している、若干右当たったか、左は内山陥落、内山敗れた、3度目のダウン、第2ラウンドなんと内山3回のダウン、王者が陥落しました。なんと内山、スーパー王者内山敗れました。場内どよめき、ため息、放心状態です。WBA 世界スーパーフェザー級タイトルマッチ、スーパー王者内山第2ラウンド終了間際3回目のダウンを喫しました。スリーノックダウン制の WBA タイトルマッチ、 KO 負けになります。竹原さん、はい、
第2ラウンドしのぎ切れるかと思えたんですが、そうですね、ちょっと回復して内山選手がちょっと打ちまた攻めに行った時にまたやられちゃいましたね。はい、まあ、ね、無理する必要はなかったんですけどね。はい、山中さん、はい、KO タイムが第2ラウンド2分59秒です。ちょっと信じられないですね。ちょっと言葉にならないですね。はい、ポラレスはもうリングに頭をつけるようにして、そして喜びの涙。一方の内山陣営は予想もしなかった事態です。竹原さん、はい、改めてこの第2ラウンド序盤から連続してのダウン、どんな風にご覧になりましたか？そうですね、やっぱりスピードにやられちゃいましたよね。やっぱ、ね、スピードあるんでどうしても焦っちゃうじゃないですか、はい、そこでもう行こうとしたところにいいカウンターをもらって、はい、それがダメですよね。はいはい、内山が今ポラレスと握手を交わした後に場内四方に向かって頭を下げます。山中さん、はい、まあ、あの試合序盤から、はい、まあ、相手スピードもあって非常にその油断できない相手という見方がありましたが、はい、この展開予想されましたか？いえ、もう全くしなかったですね。まあ、油断していたわけじゃないんですけど、はい、あのポラレスの動きっていうのは序盤少し見えなかった部分があると思うんですよ。その段階でいいパンチをもらってしまったので、はい、2ラウンド2分59秒は効きやすいんで、2ラウンド2分59秒回復しかけたと思ったところだったんですよね。WBA 世界スーパーフェザー級チャンピオン内山の姿です。内山さん、はい、足取りはしっかりしていたように見えたんですけども、ね、そうですね、本当ね、あのタイミングで倒れたパンチだったんで、はい、まあね、今もしっかり歩いてますし、はい、もしっかりしてるし、はいはいはい、内山隆12回目の防衛戦、まさかの KO 負け、プロ初めての敗戦になりました。では改めて試合を振り返りたいと思います。第1ラウンド序盤からこのコラレスが、まあ、内山に積極的に向かってきました。竹原さん、はい、まあ、積極的でしたね、チャレンジャーね。そうですね、まあ、懐深くて、まあ、思い切って、はい、まあ、スピードある選手でしたね、はいはい、1ラウンド終盤にもコラレスのパンチ、はい、はい、どうぞ。内山選手が来てくれました。内山さん、あの話しにくいところ大変申し訳ないんですが、まず今のお気持ちを聞かせてください。いや本当まだ温まる前に終わってしまったんで、何が何だかというか、まあ、実力の世界なんでしょうがないです。今現在でダメージはもう大丈夫ですか？あ、全然大丈夫です。試合を振り返っていただきたいんですが、まず1ラウンド最初にこう拳を交えた時の相手のコラレスの感触というのはどうですか？まあ、やっぱり距離がちょっとやりづらく、うん、まあ、スピードもあるなっていう感じはしましたね。パンチを最初もらった後のこう、感じというのはどうだったんですか？まあ、もらった後は冷静にやろうと思ったんですけど、やっぱり体そうもいかず、うん、なんか畳み込められてしまいましたね。2回ダウンを喫した後、少しこう距離を取って相手のパンチを避けるようなシーンがありましたよね。あそこだいぶ落ち着いたんですけど、ちょっと一発なんかいいのやり返してやりたいという気持ちが出ちゃって、前出ようと思ったところまたもう一発もらっちゃいました。ノックアウトタイムとしては2分59秒というオフィシャルが来たんです。まあ、うん、まあでも完全な KO 負けです。このタイミングを聞くのは大変申し訳ないんですが、今後について一言を教えていただけますか？特にまだ何も考えてないですね。まだ、はい、全然何も決めてないです。内山、残念ながら大阪陥落です。内山選手でした。